眼科専門医の平松です。今日はまぶたを温めることのいい点について、特に充血を減らしたい方についてのお話をしようと思います。コンタクトを使われている方に多いんですけども、黒目の栄養は目の玉の中からまたは涙から栄養を生かせてます。なぜかというと、黒目には血管がないからなんですね。コンタクトをしていると黒目への栄養が減ってしまうので、体は頑張って治そうとします。つまり血管をどんどん黒目に這い出していくので、充血しやすくなってしまうんです。ですからカラーコンタクトを使われている方や長い時間コンタクトをされている方は充血しやすいんですね。よくコンタクトを外した時、夜とかなんか充血している感じがするのはそういうわけです。体が黒目を治そう、良くしようとしてやってくれていることです。ではどうすればそうなりにくいのか、充血しづらいのかということです。充血止めの目薬などをして抑える方がいますが、それは結局その場しのぎになって、結果として後で余計充血することになります。そうではなくて体質を変えた方がいいわけですね。まぶたから分泌される油を良くすることで涙の質が良くなります。コンタクトを使っていても涙は多少は作用しますし、外していた時の目の状態も良くなります。ですからコンタクトを外した後、お家の時にはまぶたを温めて、そして流れを良くしてあげることで、白目の充血を取ることができます。ただし温めた時は血流が良くなるので一時的に充血するんです。ですから、あ、充血しちゃって良くないなと心配するかもしれないですけども、それは将来的に治すことですので、あまり心配せず温めた方がいいと思います。ただしアレルギーなどで痒みがあったり、アレルギーによる充血がひどい時はむしろ痒みが増してしまうので、そういう時だけはちょっと控えてください。逆に立つ情報を配信していきたいので、こちらの登録ボタンを押していただければそれが見れるようになります。スマートフォンの方は下にある欄から登録をしていただければと思います。